長い方の阿部百切りできるかな。今日は山内すずらんさんとゴルフ対決をします。よろしくお願いします。お願いします。いや対決、はい、また対決。そうですね、初めてお会いした時も対決させていただいて、その時はねもうなんかまたわちゃわちゃ楽しくゴルフできるのかなと思ったらまた敵ですね。でもこうなんか久しぶりにお会いできて嬉しいです。はい、本当良かったです。うん、一応ハンデをいただいてるんですよ。はい、あの1ホール1回だけ打ち直しができるというハンデをいただいて、同じティーグラウンドから始めるんですけど、足りる？あのリアルに足りないと思うんですよ。だってプロですよ、ツアーに出てるんですよ。そんなこんな素人がいけるか。じゃあ行っちゃいましょう。皆さんのパワーを借りてよろしくお願いします。お願いします。プロから見るこのホールを攻略するとなるとポイントってありますか？そうですね、ここはそんなにティーショットのときに左にまあバンカーはあるんですけど、そこよりも私はちょっと打ち上げてるのでティーショットでヘッドアップすると右に行きやすいので、そこだけ注意していきたいなって思います。わかりました。できるかな。OK。 ではよろしくお願いします。ナイスショー。よーし、ナイスショー。よーし、よしよし、いけいけ。緊張した。ナイスです。うわ緊張する、試合って感じ。よろしくお願いします。お願いします。ナイショー、ナイショー。ふぅナイス。はい、飛ぶな。ありがとうございます。飛ぶな。ではそんな可愛いウェア着て飛ぶな、可愛い。よろしくお願いします。おじさんみたいなこと言っちゃった。長いね、ここ。おー、ナイスショー。ちょっと右目で。おー、ナイスショー。ちょっと右目で。おー。乗らないと思うけど、あ、登ってる。あ、惜しい。でもいいとこまで行った。よしよしよし、ありがとう。よし、じゃかなちゃんのやつ、私の。はい、どこだろう。あ、ナイスだ。ここまで来ると楽ですね。楽ですね。傾斜もなんか平らですね、こっちの方が。2,30 ヤード、私も欲しいわ。じゃあ8番アイアンで軽く打ちます。はい、137なんですけど130ヤードぐらい打つ感じで。待って、すごすぎこの贅沢なんだけど、めちゃくちゃ。今うまくいきました。プロ、はい、傘です。ピン刺してたね。はい、今方向まっすぐ行きましたね。かっちょえ、めっちゃ近いんちゃう。今良かったです、多分いいとこにあるはず。
いきなりバーディーなんて取られたら。はい。これちょっとフックしますよね。あ、強い強い強い。はい、打ち直し券。はい、打ち直し券使います。はい、打ち直し券使います。早速思ったよりフライヤーしちゃった。そうですね、なんかラフもやっぱり逆目と順目でやっぱ抵抗が違うんで、これは結構素振りの時に滑る感じがあるとやっぱ飛びやすいので、ちっちゃバックスイングがあんま大きくならないように意識するといいかなって思います。 逆目って言われてが大きくしなきゃと思いがちだけど、そっか、ラフ、はい、滑る時は芝によってね。お、うまい。よしよしよし、惜しい。まあまあいいでしょう。ナイスです。もう一回できるの。ナイスです。12mの下りですかね、のフックかなって思うので、少し距離感に注意して打ちたいと思います。はい、うまい。ありがとうございます。うん、なんか下りが思ったよりいかなかったです。切れた。打ち直し券。お先です。はい。わー、ボギーにしちゃったよ。切れましたね、すいません。いやいやいや、私がね、引っ掛けたんですよ今。ナイスパー。はい、ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。恐れ入りました。パーパーって決めないと。やっぱ高麗はちょっとのミスが大きく出ますよね、うん、そっか、今引っ掛けたからな、うん、さあ今のホールいかがでしたか。いや、結構スタートにしては距離ありましたね。あるし、アップダウンも激しかったですよね、はい、いや、パースコア的にはパーとボギーで、はい、かなちゃんがワンナップということですね今。そうですね、はい、でもスタートなんで、まだこれ、うん、あと8ホールありますんで、しっかりパー取ってくるもんね。プロだもん。いや、最後のパット入んなかったの悔しい。アマチュアってああいうくらいの距離外しがちなんですよ、はい、どうしたら入るんですか、この1メートルないぐらいの距離。私もやはりやっぱ緊張はします。あのぐらいの距離は絶対入る距離ではないので、私はその半分ぐらいのところに通すところを決めて、うん、やっぱ近いパットだと思わせて打ちます。メンタルというか考え方次第なんですね、はい、もう入れる入れるしかない。そこですね、わかりました。次頑張りましょう、はい。